back to the regular. And last night, battle with Toringon. How the hell am I supposed to get that one up there if I can't?
Oh, Norris again. Galgoog. I hate this.
ちに挑むとは慢心にも程がある。スカズルさん、やるなかと。所詮はヒップの言う、私を止めることはできん。さすがにこの激しさ、私はしない。でっかくない？強豪に乗っちゃうだけのことはある。でも試作三号機から見ればキューバ的。キラキチーさん、デアートフリートに参加しようとしているのなら全てここで落とす。ジオンの理想を理解しようともせぬ輩が、我々がスペースロイドの真の解放をつかみ取るのだ。だけどコロニーを落とすようなやり方、やらせはしない。ガート戦いの意義すら返さぬと身の程を知るがいい。使わせてもらう。悲しく沈むがいい。うん、直撃させる。本気衝撃というものだ。させるか。おれ、おお、見上げたものだ。こんなもので止められるかよ。一年戦争の再現なんかさせはしない。意気込みはよし。だが相手がひよっこではな。ひよっこだと。私もアバオアクーで同じこと言われたけど、一年戦争を経験してない武士は。おお、見直したぞ。これほどの手だれであったとはな。この機体なら、俺ならこれくらいはできん。そう簡単には終わらんぞ、この私は。少年長、ブラキ注意、あと一息よ。ガトー・カイさんをブレイクアウトできれば、このミッションのブレイク修正が終わる。私は負けん。確か、ブラキとか言ったな。二度と忘れん。貴様との決着はこの後だ。よかった、試作3号機も正常にブレイクアウトできた。ブラキ注意はこの後って言ってたけど、ちゃんとした形で対決はできるの？それはトゥルーミッション次第だね。あの二人のことだから何か起きそうな気はするけど。作戦は成功した。人を刺す。だ